あ、今なんか可愛いお店だ。青いお店だ。ブッダがいます。アルザスのお店です。今日は月曜日なので、まあどこも閉まってるんですけど。古いですね。こっちにもなんか、とにかくですね、この石みたい、石でできてるような、できてるよう、できてるんですけど、その、立て付けがすごい。あ、このドアもなんか、この、何の形なのかな。すごい、変わってる。すごい、もうなんか溢れんばかりに、上が、上の家の、あの3階が1階よりも広いっていう、そういう立て付け。もう本当ケーキのなんか本当すごいものが、ほらこの束だって2階があの面積が広いですよね、明らかに1階より。こんな感じですね。これもやっぱりこんな、これ鳥をモチーフにしてありますよね。やっぱりはい、この辺もすっごい本当。アルザスっていうすごいコロンバージュが、さっきなんかアンティークの店があったから、あ、お寿司屋さん、あの見たいんですけど、はい、まあ、そんなこんなですね、私は今もうどこにいるのか全然分かってなくって、お昼食べに後で家帰りたいんですけど、あ、いいな、どうやって帰ったらいいのかさっぱり分かんなくって、ちょっとこのドアも可愛いけど、これ何かな、金、もうあっちもこっちも全ての方向がなんかとりあえず気になるっていうか、どうしたらいいんだこれ、この建物はもう完全にピンクなんですよね。さっきのなんか大聖堂はオレンジ、黄色とかオレンジだったし、こっちはピンクなんですよね。だから、まあでもこれは元々の色ですよね、どう考えても。まあこの辺は多分、まあ壁を塗ってるわけですけど、うん、まあそんなこんなでですね、完全に道に迷いました。じゃあ、そういうことで、はい。ごきげんよう。